僕アトランターであのエンジニアに仕事しててそこで川崎のラッパー w イザーとやって。はい たまにスタジオ使っていいよみたいな感じにあって電車よく乗ってて「おいお前俺人殺したことあるよ」「君が次」みたいな感じでてくる終わったか1ヶ月の中2回ぐらいある <laughs> あ,あコンビニ美味しい, <laughs> いマジでアメリカのコンビニってなんか美味しい食べ物なんだから <laughs> 東京だったらなんか電車の前の人 日本の勉強だったら僕テラスハウスててテラスハウスで日本のヒップホップについてと思うじゃあアメリカ人が日本のヒップホップについていそうそう,そうそうなってる <laughs> 人によるけど、うん、アメリカ人ってなんか <laughs> はいということで今回の ゴーラッシュパキャストのゲストはコーですよろしくお願いしますええありがとうございますあこちらこそ <laughs> いやーラップスター決まってましたねよかったねすごくいやー頑張りましたね<ー> <Yes. S 1> でもなんかいや俺結構絶対フットステージ行くかなと思ったんだけどいや、yeah. まあバーーのビートでうん誰も上がらなかったから <laughs> あーそっか確かに確かにそっかそうなんだフットステージ誰もなのかな ああそうですねそのビートでは誰も,誰も言ってなくてマジであらじゃあもうビート問題みたいなところありますけど,ど <laughs> 大丈夫ですかね <laughs> どうだろう <laughs> <laughs> そっかいやまあ結構多分まあこの歌詞とかもまあ今回もらってて、まあ、今回この歌詞を多分いけばいくほどコールっていう人間を知るんじゃないかなと思ったんですけどまず実際俺ニューエイジエンアトランタ川崎エイリエン <Yeah. S 1> これは あまあ実際俺ニューエージェントなんか実はここから次のラッパーの世代はなんか海外のフローで乗っけてなんかここからトレンドになるかなと思っててはいはいはいちょっとヒップホップの業界の音とかがここからこういう感じになるかなと思って、うんうんうん、はいはいはいなるほどねそうですえ一応エイジェンの血は入ってんの あの100%白人ってよく思われるけど <laughs> お母さんが日本人で <laughs> あそうなんだ結構気になるけどえアトランタ川崎エイリアンってことはアトランタ出身なのかなそうアトランタ21年住んでて <laughs> 21年そして5月に来てまあ <laughs>、はい、ちょうど1年へえ聞いてもいいか分かんないけどお父さんとお母さんどういうふうに出会って <laughs> あの 大学お父さんがペンシルベニアの人だけどフィリダルフィアで日本に留学しに来て東京でで出会ってお母さんとアメリカに戻ってアトランタにああそうなんだそうですいう感じだこれあれだけどお父さんとお母さんまだ一緒にいるいないですいないや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 10歳かな10歳結構前今いくつ 今二十一、二十一だ。今月二十今月？そうそう。五月？五月。おーい、ハッピーバースデー。三回目のね。そっか。で今年で二十そっか。なるほどね。え、川崎はおとお母さんの弟川崎なのかなしょ。いやあ川崎はいや全然家族みんなアメリカに行ってて。あ、そうなの？そうそう。で川崎うん一人で来てると。そうですあー。 え、なんで川崎に来たの川崎…あのー、だから僕アトランターであのエンジニアに仕事しててそこでなんかあ<ー>あ川崎のラッパーワイザーと出会って、はい、でそこから知り合って<う>そしてなんかあなんかたまにスタジオ使っていいよみたいな感じであってそして僕<え>川崎安い場所を見つけてそう。 そういうことそういうことです。アトランタにいるときにワイザーさんと会ってそう、リチャード・ダイ・トゥーのアルバム、うん、アトランタで撮って、僕、リコーディエンジニアンやってて、そういうことなんだ。そう。YOWAT? たまたまにビートを作れるかなってなって、あ作れるってなって、おまかせっていうビート、あのディチーフィーチャリング作って、あとリベンジのビート作って、それにバース空いてたから、なんか、コール。はいはいはい 入ってみなよみたいな感じででわ <What? S 2> っえあ立町大に入ってんの立町大2か 2> そうですリベンジリベンジあフィートコールだホントだよわっわ知らなかったえだから<あ>そう川崎あそういうことなんだそうですやばえアトランタでそのオージーエオディアンエンジニアンやってたってことはもう前からそのラップ的なことはずっとしたの結構業界に <laughs> あそうなんかアトランタでソニーと 規約しててそこでなんか作詞やってて<う>であとはレコードエンジニアやっててなんかアメリカのあのー、あシンガーたちのため<ー>でライターってことだそうで僕日本語喋れるからなんか<う>あもうこれだったら楽だななんか日本語喋れるエンジニアだったらでワイズは多分そう思って<ー>、ね、使おうかなってあそういうことなんだそ<う>ええー、おもろいね えこれあんま話してないよねいや多分初めて初めてだ <laughs> おおマジかすげなえなえエンジニアはその、ま、ライターもやりつつエンジニアもやりつつってことをずっとやってるう何年くらいやってるのいや1 9十九からちょっとビートを作り始めて、うん、19はいそうそしてそこからなんかあの作家の人と知り合って、うんうん、そこから一人で。 あれプロトゥールズでトラッキングやっててそこでなんかエンジニアっぽいスキルも学んでそこでなるほどねすげえな <Yeah. S 1> でまだ2年3年ってことでしょ19で20からそうラップフォーカスでなるほどねすげーなえなえアトランタはどうなんですかやっぱさトラップとか やっぱアトランタって言ったらトラップというかそうですねみんなトラップ聞く聞く何の人種でもか誰もみんな聞いてるアトランタのトラ,ップトラップ系へえ実際さ今、まあ、アトランタでさ、まあ、もうビッグアーティストいっぱいあるわけやアトランタ出身の、うん、でもさ例えばリ、まあ、リルベイビーとかそうだのかなあの辺とかはそうだと思うんだけど日本とかであんま知られてないけど今熱いアトランタのアーティストとかいたりするの 日本で知られてないアトラン,で、うん、アトランタでめっちゃついてええー、いやだけどみんな知ってるんじゃないなんかトニー・アン・サービスとかそうか Little Baby だそうみんなうん、うん、いやアンダーグラウンドは日本人知らないのね、うんまあ、知らないよねアンダーグラウンドはねいやだってあんまなんかこ,こっちまで来ない気がするよねアンダーグラウンドでいやていうかあんまり英語だけのラップ聞く日本人って もう確かに,たまにあんまりいないかもね <laughs> <laughs> それってどうなのアメリカとかでもさ UK のアーティストとか聞いたりする人あんまりいないじゃんあたまにいるけどやっぱアトランタだったらアトランタのラッパーとかメインストリーム だけどうんあ<ー>たまにセントルシーリー聞いてるよみたいな人いるあそうなんだそっ<う>かそっかえっでもやっぱアトランタの人はアトランタのアーティストを聞くみたいな感じの文化なんだ基本的にはいやそうですねか地元が同じとかだったらなうん、うん、聞きたくなるからまあ確かにねそう,そ,うそういうことねアトランタラアトランタラやっぱねいやはいはいはいそうかそうかなるほどね彼女を言ってる外人さん生まれたまんますね小田さん ここはどういういい気持ちで書たのそれはいや,やっぱ口開けないとなんか、うん、絶対英語だけって思われるから<ー>なんか彼女言ってる外人さ、うん <laughs> で「あねよダさん」うん「いやこのまま生まれてさ、うんダついてないのかここからいや自分の value ってのなんだっけ、うん、自分の価値そう価値は自分で作るみたいな感じでって書いたそれへ、えー、なるほどね、うん ちなみにさビートババのビートはさ、うん、これはもう一発目からこれでいこうって決めたのいや全部ビートあのフロー入れて<う> KM のビートもなんかこれもいけそうと思っててだけどやっぱそのババのビートって目立つと思っててそれにして。 と思っててつけて<ー><う>なるほどねいや普通はなんかもっとトラップ系やってるかそれまあハイパーポップ系だけどそれ初めてやったかも楽しかったああマジで<や>一応全部フロー作ったんだ最初にそう最初フローをつけてけ英語でフロー入れてしてうん、うん、その後日本の歌詞で書き直すあ,あそうなんだい,<や>いいじゃあも全部もう英語は最初にフローでもう英語で全部書いて 英語っていうかなんかな宇宙語いや宇宙語,宇宙語だ全然、ね、意味ない言葉で入れてはいはい、はい、うんうんそして日本語で書き直すおおなるほどねそういうことかまあ、そうだよね一番最初は結構で、ね、英語でやった方がやりやすいとかフローは、ね、英語の方がやりやすいんかないやそう絶対頭からすぐ出るから日本で頑張ってやったらもう できないそそかか実際さ英だこっち来てまだ1年ぐらいなわけじゃん日本語はその前はできたろ日本語は、うん、いや僕日本語3歳まで英語、はい、話せなくてあそ3歳まで英語話せなくて家で日本語だけで,あ<ー>でそこからまあアメリカで学校行ってたから英語だんだん英語の方がそうなって<ー>日本語忘れてきてあそうなんだ <laughs> <laughs> そうそう そういう感じだ。でもすごいね、1年でここまで喋る人ってなかなかいなくないいや、変わったかな、1年なんか。ずっとこういう。え、勉強とかしてんの勉強してない。ちょっとだけ前、なんか、学研みたいな感じ、アメリカで行ってて。うんうんうん。ちょっと感じかけるけど、いや。日常会は、いじゅい。 まあ、会話<で>、いや<コ>、コマ<コ>ーシャルの。普通の会話、<ー>うんうんうん、って覚えてるんだ。<う>なるほどね、すげえな、どうすか。日本に来て。あ、コンビニ美味しい。<laughs> <laughs> そうね、コンビニ美味しいよね <laughs> い。マジで、アメリカのコンビニって、なんかポテチップスと、ソーダしかないから。うん、<laughs> いや、みんな太るし、なんか、た、美味しい食べ物ないから。<laughs> 日本最高日本最高コーったコンビニで生きていけると <laughs> 確かに確かに、俺もめっちゃコンビニ食ってるわ正直え。コンビニの中で一番とかいろいろあるわけやん。コンビニってコンビニの中で、いや、ファミチキ。ファミチキ。<laughs> 負けないファミチキンのチキチキンのチキンのチキンとかンのチキ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 いのチキン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  t チキンの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 チブラブラキンのチ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 キンこチキンのっキンのチ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  あの歌詞で見るんだけどなんか別に意味ないフレックスみたいな歌詞見てそれに対してなんかちょっとうんもっと味あったら面白いなみたいな感じで書いて手柄しいガムは <laughs>、うん、<laughs> いは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 いえちょっとどういう感じのフレックスで見たいなと思うまあ歌詞だけじゃなくてもなんかアトランタ住んでる時なんか僕電車よく乗っててやっぱ夜遅く 乗ってるとなんか変な人かかってくるけどなんかその時なんか「おいお前なんか俺人殺したことあるよなんか君が次」みたいな感じで人来るからかだけどそれ口だけで言ってて何もしないからなんかちょっとまあ最初怖いけど最初の経験だけどまあ何回もそれ。 繰り返すとあオッケーオッケーオッケー,ッケー,ッケー,ッケーみたいな感じです <laughs> 何回もあったその経験 <laughs> まああの電車乗ると夜すぐ電車乗るとやっぱなんか1か月の中2回ぐらいあると、うん、<笑><笑>結構高頻度やな <laughs> やナイフ持ってる人送るとか <laughs> 注文向けやるみたこともあるしえ盗まれたりしないの携帯出すけどそこまではないけど何か うん、なんかあこれちょっとやばいなみたいな感じは何回もある <laughs> えそれはその人たちは何ちょっとちょっと行ってるとあ行ってるドラッグやってるかあ<ー>うんなんかまあず問題より問題人やらないですねあまあそうだよねでもアトランタってさすごいなんか俺結構さ治安悪いイメージあるというかさあ場,所に場所によるあ場所によるんだ南の方ちょっと、うん、まあ見た ちょっと危ななないかな南のののコラど辺中心イーストポイントっていう街で、うん、それあちょうど空港で南の方だけどそれ僕あ中学生まで一、うん、人だけ白人だったであと一人韓国人いたんだけどみんな6歳から知ってるから別に人種とか意識してなかったけど。うんうん やっっっぱちょっと目立,つ目立ってたあ<ー>なんか駅から家まで帰る時、はい、なんかたまにパトカーが横に来て「はい、え大丈夫迷子?」みたいな感じ <laughs> <laughs> いや本当にここに住んでる?」みたいな <laughs> ああそうなんだあったそうで<ー>今はちょっとジェントリファイ you know, ジェンファイされてるけど5年前とかはやっぱ白い肌の人あんまりいなかった そうなんだわ、そういうところ育ってんだ、ね、そういうところはそうだねやっぱにそれはもうヒップホップっていうのはすごい生活の一部というか、結構みんなそういう感じなの。ラップだったりとかフリースタイルとか遊びでやったりとかって結構する。<ん>あのフリースタイルだったりとかヒップホップっていうのは、いやいやその、い t like part of the lifestyle over there in e a s t p o n t ああ、いや、音楽好きな人は多分なんかフリースタイル。 友達とやってると思うけど、別にライフスタイルとかないかな、まあそれも一個抜け道みたいな。あると思うけど別に文化、っぽい cultural、ないかな、ない、あそなんだ。Just l なん e having fun。Having fun? Yeah. Is it like something that you guys usually do with your friends or? フリースタービートかけてフリースターするようん、うん、みたいなそういう感じだ<え>結構ねそれが多分俺も LA に住んでたんだけどあの俺の友達それこそフィリー出身のやつでなんかあんまそういう日本ってサイファーやるって言ったら公園とかにみんな集まって街の中の一部の子供たちがそこに行くみたいな感じだよ<ー>そんなになんかみんなフリースタイルしてる感じじゃないの、ね、だからそれが結構なんかアメリカの特殊な感じなのかなっていう ああなんか公園に行ってみんなフリースタイルするみたいな、ね、そうなんか例えば例えばエリアあるじゃんね、うん、そこのエリアに住んでる子どもたち全員はやるわけじゃないから本当に一人とかしかやんないから一<ー>個の駅にみんな集まってみんな集まって10人ぐらいみたいなあ日本で日本で<う>っていう感じになるよあヒップホップ好きな人らそう珍しいからいややっぱヒップホップってジャンル的に、うん、ヒップホップしかフリースタイル まあできないもうねきないか確かに確かにそうなんか、まあ、ヒップホップ聞いてる人周りに多かったらフリースタイル集まってフリースタイルするのうん、うん、多分期間が多いですねうんなるほどねえ自分がそのラップをやるとかってなったきっかけとかはあったのエンジニン,ングなのかああ<ー>僕 <laughs> 13かな14、うん、なんか たまたま日本,語日本トラップで調べてなんかちょっとどういう感じかなと<う>調べてバッドホップの Vice ドキュメンタリー見て、うん、ああはいはいはい、はい、これかっこいいなと思ってでまた、まあ、7年たってあんまりその考えなかったけどたまたまバッドホップの人たちがにアトランタに来てるのうん、うん、あれこの人たち 見たことあるかなっ,てってあそういういいいいことはい、はいはい、誰だあ、その時のと思ってあ<ー>でもうなんか僕作詞としてなんか、うん、アイドル系書いてたけどたまにアイドル系のバースがラップとかになって,てあ<ー>それが、まあ、ち,ょちょっと特徴って自分の中で分かっててはははいはい、はいじゃあ。 やってみじゃあもともと作詞とかはそのヒップホップとかじゃなくて違うジャンルのそう全然 R&B とか,あ<ー>なんかポップ系の、はい、なんか海外のアーティストそう<あ><な>あそういうことなんだちゃんとクレディットみたいなはいはいはい、はい、そうことへえ,ー、えそこに入ったきっかけは結構そんなにみんながみんなライターになれるわけではないじゃん 結構すごいと思うんだよねソニーと契約してるってあそうなんかソニーと契約してあるソングライターと会ってそこからなんか「あのえっ僕もコーライトしていい」みたいな感じで言って<ー>や,やってみようってなってあそういうことってあ,、まあメロディできるね」ってなってそこからなんか曲決まってえどうやって会ったのその人とは あの引っ越ししてた時、うん、不動産がそのあの作家の人のアシスタントだっただから不動産もやっててあ<ー>あのアシスタントでやってて両方話せるからあと音楽僕ちょっとビート作ってたからあ使いそうみたいになってで出会ってうそうで紹介してもらってって感じだそうですあなるほどねすげえなおもろいなそういうことか じゃあもう一回戻ろうかな。なんだよパクリじゃん。だまされたらフェイクフェン。これはああ、いや、なんかフローのパクリとか歌詞のパクリパクってて、そのパクってるラッパーにファンに会ったらフェイクファン。おお<ー>。そもそもそのラッパーフェイクだから。はい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 。<laughs> <laughs> yeah. それです。まあトレンド。なんか自分からアイディア。生まれてなくて、他の人の音楽をから、なんか。Mm hmm. まあアイディア取っても、なんかインスピレーションと、とるのが大、大事だと思うけど。Mm hmm. 全,部全部コピーする。だったらちょっとなんか。 と思うなるほどね。それ,それに対して。<ー><や>実際の今のヒップホップの業界に対する自分の思いを書いてったこと。そうああ、なるほどね。そういうことか。チャームは300万。いただいていきます簡単。いや、チャームでなんか。ゲット300万おいただいてきます簡単にね。<laughs> なるほどね。you know now though <や>。<laughs>

いやだけどアメリカに育つ人みんな,なんかいや日本に憧れてるとてあそうなんだアニメ見てあとなんか東京のイメージはなんか未来とアメリカ人思ってるからはははいはいはい、はい、一回住んでみたいなと思っててなるほどねそ<う>結構それおもろいなと思っててそれもめっちゃ感じるん俺もなんかこう自分たちのコンテンツ今こういうポッドキャストとかも去年の去年ぐらいから去年の終わりか。 ららいからアメリカで見られるようになって結構やっぱ日本に興味の人多いのかなっていうのを最近思ってそうそうそうだからあ今日本ってめっちゃ注目されてんだなみたいなずっと注目なんかアニ,アニメの初めから<ー>多分日本に憧れてる人多いと思う、はい、アニメとか。 そうアニメアニメがやっぱ一番でかいのアニメかなアキラを見てああ東京ってこういう感じみたいな車飛べるのか車飛べるんかウケんだそうそっかやっぱアキラは有名有名っていうかめっちゃパピュラーなんだアニやうんなんかちょっと暗いっぽい暴力が入ってるアニメ男の中だったらそれ人気ドラゴンボールドラゴンボールね もちああそっかエコール見てた僕は見てたアニメあの個人的にオケーみたいな感じだけどやっぱ日本語勉強したい時はそれ見てそうだけど日本語勉強だったら僕テレスハウステレスハウスねはいはい本物の人が話してるから確かに確かにやっぱアニメだったらんか 本当の人ってそういう話し方じゃない変になるからテレサス見ようと思ってそう。テレサスいいよね。テレサス俺も好きめっちゃ。どのシーズンが一番自分が好きだったやっぱ東京かな最初の方の。一番最初の方の。うん。だけど、あれ、最後の。 もう面白かった。最後ですね。途中で終わっちゃった。いやいや。うん。That was good。確かに結構テラサウス結構海外見てる人も多いから。多いともうネットフリックスで放送されてるから。いやあとあのテラサウスって他のリアリティショーの中でそういうフォーマットでそんなリアルな感じの番組はないと思う。ほぼ結構スクリプト。スクリプト多いよね。多いからこれってなんかあ。 あんまりなさそうって思われたけどはい、はい、やっぱあったまあ、まあ、あるとは思うけど <laughs> でも確かになんか俺とかも結構そのまあリアリティーショーとか結構見たりするん、ね、で英語の勉強とかもするし、うん、なんか見たりするけどやっぱアメリカとか海外今言う、まあ、ウエスターンかなウエスターンのなんかリアリティーショーってむちゃくちゃさ オーバードトップというかさ、あなんか、されディレクターが押してるみたいな、<laughs> そ,うそうそうそう、なんかここ、ここまで反応するみたいなさ、<laughs> <や> <laughs> これ、本当の人のリアクションみたいな、よくある、ね、これ、本物の人間ある、<laughs> あるよね。テレサウス、結構、確かに、それ言うとめっちゃナチュラルというか、リアルに近い感じですよね。日常の、日常のね、<や>確かに確かに、なんか日本っぽいのかな、やっぱそういうのは。 本当にちゃんとリアリティショーやろうとしてるというかさ日本っぽいかなどうなの日本でそれ思いついたみたいな文化的にそういうリアリティショーって日本多いああリアリティショーが少ない気がするまずまず結構リアリティショーが少なくてまあ多分テラスハウスとかが多分一番でかいのかなでまあなんかアベマっていうそれこそラップスターもやってる、うんはい、チャンネルというか会社なのかなは結構何個かあるんだよね でなんか学生用のなんかなんかハイスクーラーのなんかかん、ね、そういうのとかあるけど、うん、でもなんかあのフォーマットは多分なんか珍しいと思うんだよね俺の予想はいやなんか世界的に珍しいと思うそういう感じのローキーなライフスタイルのねえ<や>リアティション確かに確かにそうだよねなるほどね右のレーン左車線アトランタからジャパン OKGO 最高ベーキュー入りエイリアン イエスアトランタあれ右走るからそうだね右車線だもんねしてうん日本左左だそうそういうことだ変えたよっていうことね変えたからそれに変えてはい日本来てあのエイリエンの状態で迷宮に入った迷宮入りエイリエイリエンこの「エイリアン」っていうのは英語の「エイリエン」だよね <Yes. S 1> その多分日本語でエイリアンって言ったら宇宙人とかのイメージだけど <Yeah. S 1> エイリアンっていうのは要はその外から来てる人ってことだもんねそうそうまあ,あのビートも宇宙っぽいからその意味も両方ああはいはいはい、はい、あああそういうことなんだで迷宮っていう日本自分が知らない日本とかそう迷宮なんか迷路っぽいうん、うん、まだ1年も経ってないからか <laughs> 確かにそうえ東京ってさめっちゃむずくない 電車とかどうあっ、まあ、Google マップで。だけど、なんか <laughs> <laughs>、んか電話なしでやったら僕もう家に帰れない。家に帰れないで、もうずっと公園で寝てる。<laughs> <laughs> 俺、Google マップあっては迷うもん。あれみたいな、今はもう分かって大丈夫だけど、こっち来て半年ぐらい経ってるから大丈夫だけど、最初はもう分かんなくて、でもなんか、ちゃんとさ、プラットフォームとか見えていとけないしさ、<ー>結構なんか,分かりづらいん、ずっと東京じゃなかった。 東京,東京俺は札幌なんよあそうかそうそうそう札幌で18ぐらいまでいたからそうそうそう,そうだからもう東京来た時はマジで例えばさ電車とかもさ一個の駅からさまっすぐ行く時にさ勝手に違うラインになったりするよわ<ー>かるいや,いや <laughs> それ一番難しいそれ一番むずいよねえっで急に紫になったう <laughs> <laughs> そうだようあれマジむずいなと思って<や>そうあれがちょっと俺的に東京がちょっと あれだな世界中で一番あのメロっぽくない確かにサブウェイマップス。サブイマップス <Yeah. S 1>。すごいよね。なんかこんななってるもんね。あとパリとニューヨーク、もうそういう感じだけど、東京、はい、や,やばい。やばいよね。<Yeah. S 1> レベルが違う。しかも路地とかもめっちゃ後ろなんかさ、裏路地とかもさ、めちゃくちゃ細くないアリ、アーリ,ーアーリーウェイ タクシードライバーすごいなと。<laughs> 確かに確かに確かに <laughs> イバーすごいよね。かーパーヒスーパーヒューマンだね。<laughs> <laughs> そっか。なるほどねえ。ちなみにさ、他に東京に来てさ、びっくりしたこと,とかあるカルチャーショックみたいな。うん、カルチャーショック。あの、ちょっと。 まあ大阪とか行くと違うけど、うん、なんか東京だけかわかんないけどなんか人がちょっとケロケロクロロロケケっぽいなんか目が合うとなんかみたいな感じそれ結構なんか <laughs> あ東京だけだんなんかっていうのは何<ー>でこうなってるんだろうと思ってはあはあ、はあ、ちょっと挙動ここ挙,挙動っているってことよねこうやってこ,こそういう感じで。 外人この白人の見た目か分かんないけど大阪とか行くとなんか普通に自然になんか目があったら何かあ,あみたいな感じ東京だ,かだったらなんか電車の前の人何かって「何だ?」って「何だ?」って思う確かにね東京外人だらけどだからかねそうだよね<や>なんでなんだろうねそれでそこかなそれ以外特に 特にすすごく住みやすいと思うと外国人でも住みやすいと思う東京はなあ全部英語も書いてあるし英語も上手な人も多いし結構やっぱ英語喋る人俺も結構さ東京行ったら英語通じないじゃないかみたいな結構不安な人も多いと思うんだけど外国人が日本た時に <laughs> いやなんか勉強して で、来て欲しいけど、勉強しなくても、全然大丈夫だ。大丈夫。駅員さんとか喋れる。駅員さん。駅員、あの、ステージトにさ、いるさ、シテリアン。あの、なんて、駅員さんだよね。ああ、の、た、働いてる人。働いてる人、駅で働いてる人とか。英語、つ、伝わる?。え、日本語で、話そう。とすると。そっか、日本語で話すもんね。そうだよね。だけど、ど、どんぐらい、できるだけ、日本語頑張って、話してもだけど。あの、絶対、英語で、帰ってくる。 結構あれなんか僕日本語喋ってるんのに。あれだよね。確かに、そっかそっか。じゃあ次だな。UFO。それ俺のピックアップ。乗りつけるクラブ。まあちょっと一個一個だな。UFO。それ俺のピックアップ。俺これ今日気になったんだよね。どういうことなのかな ?UFO。UFO。あ,あ、曲あ名がエイリアンだから UFO が俺のピックアップ。の、うん あ、いは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 いでそ<う>はい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 はっは、ね、いやってだっかいは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 いいは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 いーいは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 いいはいはいいはいはいいはいはいははい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 いはい 行くときは渋谷とかかハーレムライオンとかこの2つおすすめおすすめ英語話せる人もいるしヒップホップ好きな人はやっぱハーレムいい音楽聴きたかったらハーレムおすすめ俺結構なんか DM が来るなんかあれ東急来たいんだけどみたいな。 どっかパーティーいい、<ー>いい感じのパーティーしたいんだけど、どこ行けばいいみたい、な結構言われるから。いや、ヒップホップは絶対ハーレム、ヒップホップしか入れるしかないね。Yeah. Yeah. <ー>勝てない、勝てないね。俺もあんまクラブ行かないから、ちょっと分かんないんだけど。ハーレム行ったことあるよ。<Yeah. S 1> 結構いい、いいよね、あそこね。あ何回もあるし。うんうん、そうね。二回 <Yeah. S 1> とかも。三回か。三回。一回、yeah. 入って、二回がメインフロア、三回が。B. X. だっけ。B. X. カフェだ。あそことかも結構。 楽しいね。楽しいね。そっかそっか。なるほどね。いいですね、いいですね。Sorry my bad. 俺はッレッドネック。いや <Yeah. S 2> <laughs> あまあ,あのアトランタはアメリカの南だからうん、うん、レッドネックも多いしからアトランタはシティっぽくシセリィっぽいけど、うん、なんかちょっとだけ外に行くとレッドネックっぽい人多いから僕一回。 あの高校の前半ちょっとアトランタから出てちょっと、うん、あなんだっけ田舎っぽいとこに住んでてそれでちょっとレッドネックっぽい友達もできてあそうなんだ、うん、そうだから sorry <laughs> my bad ごめん俺レッドネックってあのさあのレッドネックわかんない人多いよね日本人でねあレッドネックってなんだろうなんかえ南のはい 身の身に多いタイプの人だけど、うん、ちょっと貧乏っぽい白人で、うん、なんか歯がないみたいな感じで、ジ、はい、好きとかあのハンティングするのがうんうん、うん、でそうねハンティングシュなんていうの狩り、うんうん、そうで釣りするのが好きみたいなはい、はい、なんかタイプの人タイプの人 <laughs> そうでなんか。 めっちゃなまってるそれがレッドか見てるれンじゃないか見てる誰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 かいてる誰か見てるか見てる誰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 か見 i る誰か見て My bad dude I'm so sorry はいはいは o はいはいはいは o はい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  p いは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  r はい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 はこれいは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 いいかいいは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 いいは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 いいは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 はい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  チチは持持ちち歩歩くくかかを文化的に南の州とかテキサスとかジョージア、ミシシッピ、アルバムはみんな銃持ってるから友達なんかみんな持っててそうだから危ない危ないね誰が銃持ってるか分かんないからちょっと喧嘩っぽい感じになるとやっぱもうやらない方がいいと思う勝てると思っても これやれたら終俺だもんね。そう十あったらもう意味ないから。意味ないよね。え結構やっぱみんな持ってるんだやっぱ。そういうもん。持ってる。だから向けられたこともあるし、それなんか友達と車に乗ってて、前の人わかんないドラッグやってるかわかんないけど、こういう運転が変で、なんか友達が切れてなんかずっとホーンをしてて、どうやってしてて、で前の人が切れてなんか横に来て右側に横に来て。 <laughs> そしてあの僕女子駅右側うん、うん、だからなんかあその車乗ってる人の人がなこうやって窓から銃向けてなんか「like, c k と思ったけどうん,、うん、なんか友達左で僕ちょうど真ん中だから <laughs> 僕絶対こっちがっらなんか <laughs> そうで何、ね、か「あ、like, <laughs>」ってなってなんか友達でブレーキをしてこうなったからけどなんかそれ <laughs>、うん 早かったから、なんか怖くなる時間がない、うん、なかったけど、その後は、いや、俺死にそうだったなっ <laughs> そうだよね。そう。いかつマジでいや、みんな銃持ってる。ちょっと危ない。<laughs> い<や>怖いなえ、銃は合法なんだっけあトラどド合法<ホ>うん。えそれ t legal to carry a ライセンスとかあったら、ね。ああ、そっか。まあ、ライセンス持ってない人もいるのか。 うん。リ <laughs> アリティはそうだよね。冷静さ持ってない人も結構いるんでしょ。一番危ない人は、うん、なんか見た目が怖いじゃなくて、なんか、はい、あのよく子供とか銃持ってるから十二、うん、歳とかそういう持ってる。えー、だからそれよくまあなんか格好つけてるから、はい、人を撃とうみたいな感じ、はい、もうよくいるからなんか。 それに対して気をつけた方がいいと思う子供そうはいはい、はい、ゴリゴリにな感じの怖い人じゃなくてよく考えてないなんか子供たちあ<ー>僕の家の近くなんか12歳だっけ12歳の子が、うん、友達を打ってマジそうだからそう見た目で本当に分かんない誰もってるか確かに確かに確かにい<や>えなんで12歳ががん持ってんのえ トムやコネクションでコネクションかで安いからストリートで買うんだったらあそうなのえどんくらいなのかな分かいや僕僕わ,わ,わかんないそういう人知り合ってなかったけど、うん、なんか多分いや500かな分かんない500,000 500, maybe cheaper I don't know でやばいね <Yeah. S 2> なかなかやっぱ日本ってさ銃社会じゃないからさ <Yeah. S 2> アメリカって普通にあるやんね 俺も LA にしばらくいたからさ銃のなんか結構あったよなんか俺も引っ越したばっかりの頃とかにあのー、ウォールマートじゃあじゃあウォールグリーンを借る <laughs> ウォールグリーンが俺がその<や>学校に通ってた学校の,その通り道のウォールグリーンがある日朝もうバーン撃たれてて。 オーだらけやってるなんでウーールグリーンそんな危ないのかなアトランのオールグリーンルグリーンいつもルグリーンたオールグリールグリーン呪いかルグリーンのいールグリーンのオ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 ールグリーのオールグリーンのオールグリーンのオールグリーンのオーールグリーンールグリーンのオールグリーールグリーンの クラッケッドも結構多いやっぱアトランタおいタこれ大学 GSU、ジョージステイユニバーシティだけど、それは、うん、ダウンタウン。うん、ダウンタウンは、そう、普通にキャンパスに、うん、クラッケッドとかいるから。マジ、うん、What? そうだから、<laughs> よく行った、クラッケッド。マジでえセキュリティ人とかに追いてたりとかしないあ、うん、それもある。それもあるけど、入ってくるんだ。多分ある。<laughs> そういう感じもあれだから、はいうん、アトランタの外の人がうん、うん、なんかああのダウンタウンジョ,ジョージュステイユニバーシティ行こうかなって言うとなんか両親がたまにや,やめた方がいいよってなるからあ、そうなんだった<う>結構でもステイトってことはえステイツでしょセイスコでしょそれは結構まあまああれじゃない、GT、?GPA とか高くいダメじゃないああジョージステイいやーそ、まあ、普通 うん、いやあそうなんだ俺ステートスクールって結構 GPA 高いイメージだったその点いやそんなことない <laughs> 僕ちょっと、うん、勉強得意だったいやな、no、<laughs> 興味ないものだったらちょっとなんかやる気ないから<ー>だけどここ後半頑張ったけどその前あの僕両親出会ったの早稲田だから早稲田なの僕 俺って,そしてずっとなんか D マイナステスト70点でたぶんか多分びっくりしてたなに何でこのえ息子ってってたそうだからいや高校の後半は頑張った頑張ったんだそっかそっかバズっだ結構ちゃんと頭いいじゃんどうなったかおかんけど <laughs> えスポーツとかやってたろ やってた,ってたテニスとレスリングやっててスレスリングやってたんだそうはい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 あれきつかった <laughs> きついよねレスリングってねそうあの体重毎週落とさないとダメでマ<ジ>ウェイインするのがあって<ー>そうそれで多分毎週3キロ汗で落として<う>そしてウェイインしてその次の日またなんか3キロ食べて<ー>そして <laughs> あの勝負してそうそれ繰り返してそうそれを2年しかやってやらなかったそれも体に悪いと思った <laughs> そうだよね <laughs> いかついねそんな1日で3 k ね減っておね yeah, <it> s <S それは too much too much だね <Yeah. S 1> すごいななるほどねえじゃあまあスポーツとかやっててまあ音楽とかはビートを作りようと思ったの何かあったのなんかインスレーションとかあったの あのそうあの何歳だっけ十七歳、うん、MacBook クリスマスプレゼントでもらって<ー>学校のためうん、うん、でそれにあのなんだっけあ、F、FL だっけ FL するよロジックロジックをあ,<ー>あれパイロットして <laughs> <laughs> してちょっとちょこちょこビート作り始めてそしてそこからあのあソニーの人と会ってやっこれガチで。 頑張っっっっててててやみるなそういうことだったんだ大学行きながら音楽ちょっとやっててどっち行こうかなってなってしてまあ今休学してんだけどあ大学休学してきてるんだ<学>こっちいつでも戻れるみたいな感じでそう今は。 マジで音楽,頑張っ,音楽頑張ってるんだ <いや S 2> えちなみになんだけどさ日本に行きたいってずっと来きたいって言ってたと思うけどなんかあもうこれだなってなった瞬間とかあったらもう日本に来ようってなった瞬間大学休学するって結構ビッグディスイジョンな感じじゃんいや,いやずっと思ってていや、うん、多分日本行ってバイトして、うん、多分安いとこに住んだらなんかあ 住めるんじゃないと自分の中思っててうん、うん、だけどコネクションとか,なんかスタジオ使う場所ないからってなってちょうどあのワイザーと会って「えなんかたいやスタジオたまに使っていいよ」みたいな感じになってそうじゃああちょうどいいと思ってああそれであじゃあもう行こうって決めたんだ、うん、そうなるほどね<や>そういうことかすごいねバットホップって日本のトップですよいや びっくりした始め,始めたって何かあれとか見たことあるかな <laughs> <laughs> ってそうすね<の>そうはいはいはいいや <Yeah. S 1> どう思うなんかそのまあめっちゃあのなんか broad opinion、right? <Yeah. S 1> 日本のヒップホップについてどう思う結構やっぱそのアメリカ育ったわけやでやっぱ日本人にはアメリカへの憧れだったりとか特にヒップホップやった人って多分アメリカへの憧れが強いと思うんだよねで、うん それと同時にアメリカ人が日本のヒップホップをどう見てるのかなみたいな多分 <laughs> 思ってるのもあると思うんだよね。あアメリカ人どう,うそう日本人があじゃあアメリカ人が日本のヒップホップについて,てどうそうそうそう,う思ってるか。ああそうやっぱたま人によるけど、うん、アメリカ人ってなんかラップはあのアメリカの文化と思ってる人が 多いからそれを見て他のなんか日本みたいなうん、うん、ラッパーがなんかが「Very、うん like、トラップ」っぽいのうん、うん、やろうとしてるのを見て多分なんかフローとかちゃんとなんか聞いて「あこれかっこいい」と思わないとなんか、うん、すぐあ面白いと思われるとかも「か This is funny」ってちょっと笑われるかも。<ー>だけど かっこよかったらうわこの日本語でこういう感じになれるかってなってんっ逆になだからスキルのスキルによると思うはい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 なるほどねそれはまあこれをコールに聞くのが正しいかどうかちょっと分かんないんだけどめちゃくちゃ日本語っぽいラップの方がワオってなるのかそれとも英語っぽいフローの日本語のラップの方がワオってなるのかどっちだと思ういや あの音楽まあ音楽として聴、うん、いて、うん、あの気持ちよかったらどっちでもいいと思うけどうんやっぱ日本語通じれないアメリカ人はい、はい、だから音が音が大事だと思うかしいよね何よりもね<や>確かに確かにそうかそうかそうかまあそりゃそうだよなえちなみに日本で知られてるアーティストがいいの日本のあのるの

SNS でちゃんとバズり方パーフェクトだったからそうだ、ね、確かに確かに金なんだっけ金銀の金の金ですのいや, <laughs> いやそれはバズる <laughs> そうだよねい<や>だ俺はそれがなんかこの間なんか撮影した時に聞かれたんやよなんかアメリカで流行ってるラッパーとかいるんですかって俺聞かれて、うん、俺に聞くのもモずいけどみたいな思って確かにアメリカに住んでたけどみたいなでも多分 まあショウさんとかだろうなってなんとなく思ってやっぱそうだよね日本だったらねおもろいんであの人立ち位置がいやたまにアメリカの友達が DM してくるんだけどショウのリールを送ってきて「この人とまだ会ってない」って会ってる?」って言ってくれるから「写真撮って」みたいなそのレベルなんだウケん日本人の見事さん 受けた。エショウケんださんこのゲスト一回出てんだよね。あ見た見た見た,見た。めっちゃおもろかったドイツでめっちゃ人来るみたいな。<laughs> すげえなと思って。そうかそうか。えちなみに、まあこれちょっとコールと答えづらいかもしれないけど、日本人で好きなアーティストがいる？日本のラップでアーティスト。日本のラップでアーティスト好きな。うん。 藤井大統とか,なんかフロー的と声ちょっと似てると思っててなんか,あ聞きなんかクレヨン聴きやすいみたいな普通にバッドホップもなんかあのアトランタっぽいトラップだからなんかそうバッドアップあと誰聴いてるんだろうなんかアーティスト見なくてプレイリスト聞くやカーズとか あカーズいや日,本日本から来る前に前からなんかラーレフカーズとかプレイリスト入れててそうで日本来てあこ,ううこういう人かあってはいはいはい,、はい、い<や>あそうなんだすげーなえなえ実際にさ自分なんか日常的に聴いてる音楽とかは、うん、やっぱヒップホップが多いのいや僕あ,あんまり普段 音楽聴かないあ普段音楽聴かないんだ<う>えおもろいなえそれはどうして、うん、だって暇の時音楽聴く時間あったらやっぱ YouTube 見たくなると YouTube 見たくなるんだ暇だったらだけ、うん、ど寝る前とか多分週2回とか音楽聴くけどまあジム行って聴くけどそうふだんあんまり聴かないんだあんまり聴かないえ聴、ー、く時は、うん、やっぱトラップとかうん、うん あ,のあとインストラメンタルなんか何だろうエレクトロニックエディアムかなあなか違うかわかんないハウスミュージックみたいな yeah, ハウスポそうなんか声入ってないとかはい、はい、ヒップホップが一番聞いてるそういうもんなんだなるほどね YouTube はどういう YouTube 見るのどういう YouTube えー、うん まあリール,リールとか、ショーリードショーでドラッグだからそれ。ドラッグだからね。<laughs> あれはドラッグよないや危ないなもう。ここから人間どうなると。思う脳みそ豆腐になっちゃう。そうだよね。刺激が多いよね。ピュン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 みたいなさ。いや、一時間スクロールやって上見たらもうあ全部。何も興味なくなってるみたいな。<laughs> 確かに。 いや俺自分がさリールとかショーツ出してる側だからさ何とも言えないけどさ、うん、これやばいよなって思うもんね作ってる時自分,いや自分で作ってて、えー、自分は作ってるじゃんでそうやって俺は飯を食ってるから、うん、だからやってるけどやっぱコンシューマー側からしたらこれちょっとやばいよなって俺も見ないもんだって <laughs>、ね、普段 YouTube も長いやつしか見ない うん、ショーツはいや見てるとあやばいやばいみたいな一回やめようみたいなああイメ意識してサスンなんかこれをやり続けてるとめっちゃアテンションスパンも短くなっちゃうし何か長く見たときにあんまりだなって思っちゃうからいやいやなんか作るのも難しくてそんな10秒15秒の中でなんか人のインチレストを受け取るのそれもスキルすごいでしょそうねそうね それはなんかね結構最初の方に TikTok 始めてなんか今ちょっとずつ,ずつなんかうまくなってきたと思うけどまあでも今までと違うからね実際なんかこの今のヒップホップとかも結構違うじゃんさっき言ったけどさ翔、うん、さんとかもさ SNS 使い方がめっちゃうまいから海外で知られてるわけじゃん <Yeah. S 1> でなんか俺すごい思ったのがアメリカのアーティストとかってめっちゃ SNS 上手じゃない結構そういうソーシャルメディアとかいやパースあの パーソナリティー,性格,ー,ティー性格を見せて上手確かに上手だよね <Yeah> いやなんかそういうのはなんかどうなんだろう気をつけてることある自分の中で気をつけてることある自分の中であ何をあげてるかそういややっぱ全然出てないから僕うん、うん、ここからどうやってあのどういうイメージになるかなとすごいんかこういうイメージになりたくないみたいな あるからここから何を出すか最初の方だからかだ、ね、ちゃんと決めてから出すみたいな<ー>あ<れ>わをつけてるんだやっぱや何を出すかとかもねちなみにさ、まあ、ラップスターさっき言ったけど、まあ、サイファーステージは、まあ、ラウンドワンだと思うんだけどなんかここから自分が何て言うんだろうやろうと思ってることだったりとか目標とかあったりするあここからあ

どっちとし言うとそれはあのメロディー系、ここからはなんかラップ出すお、じゃ次の E.P. はそういう感じになるんだ。そう混ざってる二曲はい、はい、ラップ二曲メロディー系出す、ええー、いいですねいいですねちょっとまあこっからいろいろやっていくと思うんですけど、まあね日本にもね慣れていくと思うし、まあ、こっからいろいろやっていくと思うんですけど、自分の目標だったりとかあるの自分の立ちたいステージなのか、自分のなりたい姿なのか。 ここからそう <So, S 2> 自分が。<maybe. S 2> yeah, like what's like what's your goal like what kind of you know maybe the stage you want to stand on or like perform at or anything、まあ、本当に最終的のは、mm. まあ、日本で売れて、mm. そしてまたあのアメリカでも売れたい。日本で売れてからなんかちょっとずつ、うん、英語向きにして。 で両方で出すみたいな、うん、日本の音楽も英語のアメリカ人が聞くみたいなそうは最終的なゴールなるほどねいいですねじゃあまず日本でっていうのがまず日本,、ね、日本はい,はい、はい、えどうなのやっぱり日本のまあそのマーケットとかちょっと違うと思うんだけど、まあ、そこに 意識ししたりとかしてんのっさっきもさハイパーポップとかもさ日本の業界に向いてるかなと思って作ったって言ってたと思うんだけど結構そういうのも考えながら日本のマーケットはこうの方がいいかなとか考えたりもするんだたもちろんいや考えないと聞かれないからうんそうそうはいはいはい、はい、いや普段作りたいのは、うん、いやちょっと暗い系なんかどっちというと暗いなんかトラップみたいなうん、うん のを作りたいけどやっぱそ,うそれと聴かれる曲の真ん中を作ってる、うん、最初から自分,し自分が作りたい音楽だけ出したら,ら誰も聴かないからそうなるほどねそ,そういうのいろいろ考えながら、うん、曲を制作しながらっていう,ていうなるほどねやっぱバックグラウンドあるからそのライターとか ビートメーカーとかのバックグラウンドあるからそういうのは結構ね強いのかなってあれ AC ついてないかついてる熱いっぽいねそうかそうかなるほどねはいはいさすがやなえ筋トレしてるってかまず筋トレしてるねしてますいや日本来て あれジム高いからそう,、ね、そうか公園で、うん、変な外人みたいにプラップアップしていやなんかそう見られてたなんか確かにジム高いよな日本な高いあ分かる分かる俺も,俺も一応なんかチョコザップ分かる,分かるチョコザップ契約して、まあ、全然にってないんだけどチョコザップは安いんだけど何にもないからマシンとかこれどうなんだろうね <laughs> いや公園で決まってるね <laughs> そっかそっかなるほどねまあということでもうほとんど1時間経っちゃったからね結構いろいろ話聞いてたと思うんですけど、まあ、これからね多分、あのーまあ、俺、あのー、ラップスターも見てなんかすごい、まあ、曲もすごい完成度高いしバックグラウンドもおもろいし、まあ、ニューエージャンということで、まあ、そういう人たちを俺どんどん取り上げていきたいと思うんでぜひぜひねコールのこれからの EP のー リリースだったりとか、スカイブルーっていう曲かな。これもぜひストリームしてもらって、インスタグラムとか結構出してるインスタグラムぐらいインスタグラムあります。ありますかインスタグラムと TikTok とかやってない ?TikTok はやってないす。じゃあまあ YouTube とかもここから出すのかな ?YouTube もある。YouTube とインスタグラム a m YouTube と i n s t a g r OK、それがメインのね。そこからぜひぜひコールの方をね、サポートしてね、フォローしてチェックしていただけたらと思います。はい、ってことで。 また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!Thank you.Thank you. Thank you.